はい、皆さんこんにちは、あちでございます。88の、違う88じゃない、もう何言ってんだろう。太鼓さんね、よしつなさんやっていきましょう。このパートが取り溜めの最後になりそうですね。じゃあやっていきたいと思います。特技ね。あ、そうかそうか、これは勘兵衛さんなんだ。どこ行っちゃおうかな、これが無難かなあ。でも強引に落とそうって言ってなかったっけもうもうほっといて、もう集中的にやろうって言ってたような気がします。ヒヤリ言っときましょう。まあ、この人はないからね。で最後が前に刺繍でくるっていうパターンですね。ここはセナリビュータンで言っておきましょう。あ、キャンセルしちゃった。で、ここは大気だね。で、この人は、大気の方、いや、もう今度強襲しとこう。あ、このターンで開ききらない？うわ、開ききらないわ。しまった、開けれるかなと思ったけど。甘かったな。ならば、それこそここ強襲だね。もう一回強襲と。で、これで開いたね。まだ雨が続きますよと。で、モグラ使おう。マックスなってるわ。ね、やっぱり縄文爆破の方が強いよね。いや、強襲じゃなくて、強襲でいいか、雨だから。強襲でいいわね。で、強襲と。で、強襲と。で、抑制、縄文爆破ね。で、ひじめ。これ伊達結構来週1週間で伊達落ちる気がしないね。でこれほんとね、北条どうするかだね。北条さんね。はい、畠山家の明智についてくんだが、おお、伊達家に行ったわ。ほう、だから一応軍議ときましょうか。降伏勧告してみましょうか。もう大抵や、つい晴れたら落ちるでしょう。こうしようね。種宗さんいいんじゃない。降伏勧告、はい、この勇気なら、そうだね。母と。穴に押しに参られると、この人しかいないからね。笠井さんしかいないから。降伏しなされ。ここにいたとは致し方なしと。はい、わぎまとめてまいりました。はい、おしまいですと。谷宗さん、すごい行ったね。はい。で、次は私ね。で、沢目勘助さんと。で、ここで火災機滅亡で本拠に帰還しましょう。で、そうか、これ仲間になった人だね。また相模水軍ね。はい、大谷でございますが、あなたか。武将の噂を教えてください。はい。一九里宝義を。はい、笠井さんね。はい、軍旗や標本物と。大崎さん。で、大崎さん。石本さんってでしたっけ？この人も聞いてるんですよね。大殿ではございませんかと。ブーを好むので。はい。これは素晴らしいと。
で葛西さん、これと過労なんだね。人物は低いな。でも私よりマシなんだよね多分ね。志望魅力なんか私より絶対あると思うんで、はい、あ、ごめんなさい、何だった、書物ね、はい、義兄貴とで、大崎さん、はい、贈り物ね、ブブね、で、次は次も大崎さんで、贈り物ね、芸術品、茶器にしましょうか。で、次はこの人の、この人たちはもういないと思うんで、あ、いたいた、贈り物ね、ブブね、で、あ、石本さんいなかったね。で、ここ、あ、谷村さんか、はい、谷村さん、贈り物ね、ブブ、はい、おお、これは素晴らしいと。あとの方ちょっといないからね、どうしようもないね。で、城に行ってお帰りなさいませ、締め売られた方、よしみっちゃんもあんまり上がんないんだね。蒲生片秀様、芸術品を贈りに、ちょっと前に出しましたよね、他の人のとこに送っちゃったんで。あ、関西さん、あー、過労になった、はい、これはないよね、うん。で、多勢力に依頼、いや、ほんとね、あの、小田原城、小田原城いつできそうだろう、で、ここは増築でいいかな。うん、宇都宮城、あ、まだ23しかないんだね。さあ、あ、表情ね。で、あ、城主指示出さないといけない。結城さん勢力攻略でしょ。全然動いてないけどね。謙信さん勢力攻略。あ、こっから行くのか、謙信さん。そら遠いな。謙信さん移動しようか。城主任命。ここら辺謙信さんの城の中であった小高城、ここに謙信さん収めさせましょうか。で、はい、で、移動、移動ね。で、次はで、ここで城主指示で謙信さんに、勢力攻略でもう伊達家だね。あ、今戦闘中になってたね。そうかそうか、宇佐美さんまだかな。あと東京さんだね、勢力攻略ね。まあ、とりあえずこんなもんでいいかな。あ、正幸さんどうなんだろうね。正幸さんまだかな。で、指名伝達、じゃあ、ちょっとお金がね、お金がない、お金がないんだよね。やっぱ100万石ぐらいは持っときたい。100万石じゃない、100万貫ぐらいはね持っときたいなと。関崎さん過労になったんだね。イラスト変わってない、変わらないんだね、この人は。神兵衛さんもいいね。天笠さん、あ、種宗さんも
いいんだね。で、沼田さん意外だったんで、ひとくりほうぎゅうさん、この人どうなんだろう、連れてみようか。いちくりだっけ、ひとくりだっけ、忘れましたけど、復活に行きましょう。今やってんですよね。手伝いに行きましょう。はい、大丈夫だね。もう馬持っていくのやめましょう。はい。はい、畠山家の恐ろしさをと。あ、洗濯さんがめんどくさかったからね。あ、もう援軍は間に合わなかった。強いね。仕方ある前に戻るぞと。で、拠点地図を見て、ここ落としたんですよね。ここの忍びはもう、ほんと私と敵対してもんね。ここの忍びはどうなんだいこれ。獅子大名いないんだね。羽黒の里、ここを押さえに行きましょうか。一度ね。ここは絶対ダメなんで。この水軍も、あ、獅子大名アントーケ。こっちは、あ、なるほど、そういう感じね。ここの水軍は、あ、アントーケなんだ。で、あ、ここちゃんと密着になってる。これ、あ、私がヘルプで行ったらダメなのかな、ひょっとすると。ヘルプで行っちゃうと、あれになっちゃうのかな、私の城になっちゃうのかな。あ、でも前、ヘルプじゃないのになったような気もするね。ちょっとよくわかんないんですよね。ちょっとここの忍びを、落としに行きましょう。はいと。もう怪しいやつめと。はい、屋敷行きましょう。どちら様でござるかと。お、貴殿が評判のと、支配。なんと。はい。おお、ほんとかい、いけるもんだね。じゃあ、酒田の町寄って、で、座でね。あ、なんか今出たね。ろうそく11巻ね。はい、何か売れるものあるかなと。あ、紅花だね。紅花。あと、カルトが出たこんにゃく？あ、でも、やっぱり芋のが硬いね。で、忍者さん何言ってたんでしょうね。今、あ、これ違うね。違い。あ、入試の坂本城また行ったんだね。そういうことだね。民家、はい、お、浪人、あ、この人はダメ。この人は商人顔だね。池田総左衛門。あ、商人だ。これダメなんだね。ね、それがしは無事になるつもりはありませんと。そうだよねと。さあ、じゃあ、悪名、あ、ついてる。悪名ついてんね。じゃあね、伏せ。3000巻、ギリギリだけどね。あ、全然減ってないね。これちょっとやりすぎちゃったね、私ね。宗時軍団が、あ、八戸城落ちましたね。あ、南部家滅亡。南部家滅亡なの？ほんなら南部家行こうかな。花巻かな？この場合。近くだもんね。で、座で売却しましょう。紅花21巻ね。芋のダメだね。はい、購入ね。鉄、ちょっと高い。あ、芋乗ってんだね、ここもね。芋乗っていっとこう。で、民家。あ、ここには民家いないんだ。南部家の人、ということは、弘前にいるのかな。これ、弘前って、弘前って呼んでてましたね、私、昔は。弘前って読むんだよね、あれね。前って書いて先。まあ、わからないでもないですけどね。はい。で、こういうね。ここは紫があるんですよね。そうだそうだ、紫がいい。
で、あと硫黄か。うん。で、こう、あ、もう購入じゃないね。民家、どこにいる？ああ、いるいるいる。はい。おや、畠山殿でございますか。西片方さん、私のこと知ってんだね。勧誘、武将ね、50巻。ああ、なんか当たんないんだね。ではお茶しましょうか。ああ、これは来るわ。めちゃくちゃ上がった。勧誘ね。悪名あるんですけど、もうそれにも増して私、あれがあるからね。名声があるから。北信親さん。うわ、愛で地下って読むのか。間違えてまた襲撃しちゃダメなんだよね。あ、来た。一撃できちゃったね。久野さんじゃない。久野平だね。あ、これ久野平って読むのか。ここの平じゃないんだね。八の平だからここの平だと思ってましたけど。前まで久野って読んでましたからね、私ね。で、また違う感じで口説ってあるんですよね。あ、断られちった。はい、お茶ね。ああ、また坂本城、ほんと硬い。坂本城硬いですね。歩みに余る声でございますと。大浦為信さんね。で、勧誘ね。あらら。はい、畠山殿でございますかと。何者かが小諸城で破壊工作を行ったため被害が出ておりますと。あら、民が不満を漏らしてると。あらららららら。はい。ほう。あ、収束ね、こっちはね。はい。あ、来た来た来た。最後。すんなり入ってますね。あ、南部さんだ。あ、信直か。信直じゃないわね、それ。信直じゃないわ。ロシアがなんかの言葉でね、信直ってあった、あ、伸び直か、あれは。どこだっけ？違うか。忘れました。はい。ダメか。あ、違う、そっちじゃない。はい、もう一回行ってお茶飲んで。お、みんな大喜びだね、お茶。はい、勧誘ね。はい、身に余る光栄でございますとさ。じゃあ、帰って終わりましょうか。はいと。はい、じゃあね、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。